カメラぐらいちょっともうちょっと可愛くしようぜっていう感じ。私もプリクラの加工は好きじゃないっすね。なんか誰ってなる。なんかもともとね、お目目大きい子とかさ、もともとなんかもう顔面プリクラみたいな子いるじゃないですか。そういう子がさプリクラするとマジ宇宙人だからさ。そう、私は別にあの否定はしないが、普通に私はプリクラは別にそんなでもない、そんな線でもいいのになって思う。まあ、プリクラという文化として好きだよ。なんかあれはそういうものとして好きだけど、プリクラがその私の一番可愛い顔ですっていうと、いや全然そのままの方が可愛いけどなって、そのままのその写真に収めるんだとしたら、ちょっとポートレートで撮ってちょっとこうシュッて肌加工するぐらいが可愛いのにって。でもね、結局自分って自分の顔が一番嫌いなんですよ。わかりますか？いつも鏡で見たら見てる顔ですから、同族嫌悪じゃないけど、そう、自分の顔が一番嫌いなんですよ。だからみんなそうなっちゃうの。でもプリクラが市場だとは思わないけど、プリクラはプリクラで好き。叩いて、よいしょ。直接会った方が可愛いなってならない？劇場公演で見る推しが一番可愛いんじゃないかなって私はなんとなく思ってるんだけど、劇場公演とかコンサート、まあ、コンサートだとちょっと遠いか、劇場公演で見る推しが一番可愛いって思わない？アイドルだったら多分グエ。やっぱさ、衣装パワーと照明パワーとメイクパワーですよね。ヘアメイクと、お顔は自分たちでやってるんだけど、だから DMM でも可愛く写ってるんちゃいますの。だからもっと私さ、なんかステージの写真欲しいんだよね。全然私持ってなくて、ステージの写真なんかツアーで歌った時の写真とかも一枚もなくてさ、この前見返したらさ、え、ないやんと思って、誰も撮ってねえやんと思って、そう、ちょっとショックだったんですけど、 ないんすよ。だからもっとなんかこう、なんていうの、ステージ上で歌ったり踊ったりしてる写真が欲しいなぁ。思い出として持って帰ってくださいね。そう、だからもっとこうアイドルアイドルした写真が、いや、それなんでかっていうと、インスタでアイドルの冒頭の歌ってみたを投稿したじゃないですか。その時になんか後ろの画面画像でちょうどいいのないかなと思って、なんかちょうどいいのないかなと思って探したんですよ。でツアーの写真とか
そのフェスの写真とかいろいろ見て、別に私だけが写ってるとかじゃなくてよかったんだけど、まあなんかそのちょうど背景にもちょうどいい、顔面とアップだとかだとまた違うし、アイドルっぽいかつなんかステージ上っぽいなんか写真ないかなと思っていろいろ探して、全然ねえと思ってで特にまだ髪長い頃はあるにはあるんだけど、短い時本当になくて、しかも黒髪ならまだツアーの写真が、ソロのツアーの写真がなんかまあ 1,2 枚あるかなぐらいで、全然ないんすよ。そうだからちょっとなんか、そうアイコンも探したんです。私ずっと今20歳の成人式のアイコンにしてるんですけど、そろそろ変えたくて、21歳になったし、でなんかアイコンにちょうどいいのないかなと思って探してなかったそうないんですよ。だからそうちょっと撮りたいなと思って、そうマジでない、そうなんです。てかまあそもそもね、全然ステージ立ってないじゃん、公演しかやってないから。そうだからファイナリストライブファイナリストライブに期待かもしれない、正直マジ。だから結局アイドルの後ろの画像もファイナリストライブ、去年のファイナリストライブのあれはなんだろうな、ロミオとシンデレラかなの写真ですね。なんかサイリウムも写ってちょうどいいなと思って、でね、その後ろの方に私の顔面ドアップの、まあ、モニターがあったんです。自分が歌ってて目の前お客さんでサイリウムもちらほらふわーってなってて、で後ろの方にバンドさんがいて、上にいわゆる、まあ、後ろの方でも見える大きいモニターがあったんですけど、大きいモニターの顔が印象が強すぎて、あのぼかしましたね。私の見たらわかるんですけど、動画をあの冒頭の歌ってみたの動画を見たらわかるんですけどあのそこ一旦アイビスペイントに入れてぼかしでぼかしてモザイクかけて、その上から歌詞を、インスタのストーリーの動画で歌詞を入れられる機能があるんです。それはもう本家の音源を入れて、本家の音源に、まあ、歌詞なんか LINE ミュージックとかでもあるじゃないですか、歌詞追っかけカラオケ機能みたいな、それのがそのまま持ってこれるので、それで歌詞つけて一回動画保存して、そっから自分の歌った音源とアイドルシュラッシュ夜遊びって歌ってみたって動画編集ソフトで合わせて、それでまたエンコードして投稿みたいな感じです。そうあ、そう歌詞目立たせるためっていうのももちろんあったんだけど、まあ印象がそっちに行っちゃうから、あんま、そうなんですよ、なんつったらいいかな、イラスト描くときもやる手法なんですけど、印象を目立たせたいところにフォーカスを入れるために、それ以外の奥行きを出すためにぼかすっていうのは結構あるあるの方法で、そうそうそう、それの一種ですね。歌最高です、ありがとうございます、本当に嬉しい。なんかフルで聞きたいっていう風にも結構コメントいただいてて、でもいや今いつかは歌いたいんですけどいやなんかね大変なんですよね、長いと、特に長いフレーズだとめちゃめちゃ、それこそ1日空きがないとちょっとむずいから、そうあれ歌うだけでね1時間そう歌って歌ってミックスして、あ録音してミックスして、動画作って動画と歌合わせて投稿で1時間半ぐらいかかってるので、そうあそこだけでね、あの冒頭15秒ぐらいだけでそれだけかかっちゃってるので、そうそうそう、そこまで動画編集には時間割いてないんだけど、何よりミックスが初めてだったのでまあむずくて、まあ、実はそのこの
投稿をする前に、まあ、まずマイク買うじゃん。でマイク買って届いて、でマイクの、まあ、性能、まあ、買ったっつってもめちゃめちゃいいやつとかじゃないので、4000円ぐらいのやつなので、どういうぐらいの感じで撮れるのかっていうのをいろいろ試して、あ、こうやって撮るんだっていう、まず方法が分かるために、まあ、2時間ぐらいかかってでそっからあの2曲ぐらい、今パッと思いついた曲を、インストを公式の上がってる、まあ、YouTube ボカロ系の曲って結構、まあ、YOASOBI さんもそうなんだけど、ピアプロとかドロップボックスでインストってちゃんと公開して使っていいですよって言われてるものが結構たくさんあるんですよ。でその中からパッて思いついたのをちょっと2曲ぐらい歌ってみて、でそのパンを移動して、その右耳左耳から聞こえるように、例えば上げたアイドルだと天才的なアイドル様のところは右耳の端と左耳の端と真ん中にハモで、ちょっとなんかこう方向、イヤホンで聞くと方向でいろんな方向から声が聞こえるようになってるんですけど、そういうのもどういう風に聞こえるかとか、やそのガレージバンドでいろいろいじってみてやってみたり、コンプレッサーかけたりとか、あとあれなんて言うんだっけ、イコライザーだっけ、なんか声の調子を、声の曇り具合とか鮮明度とか、ちょっとこうなんていうの、こもってるのを直したりとか、そこで結構音質がガラッと変わるから、それいろいろいじってみて、まあ及第点かなっていうので出せたのがアイドルですね。本当はもっとなんかこうちょっと音質ちょっとね、シャバシャバしてんだよね、声質が。それをどうしたらいいかが分かんなくて、ちょっといじるだけで声こもっちゃうし、かといって高音上げすぎるとなんかキンキンしちゃうし、ですごいいろいろ試してみたんだけど、多分勉強不足でちょっとそこまでがっつり勉強するほどの時間はなかったから、いやそう、多分マイクの癖もあると思うんだよね。マイク自体が結構シャバシャバしてる方の音質だから、そう、まあ及第点かなっていうぐらいのものができたので一応投稿してみました。なのでそう、一番最初にマイク買った時に歌った時にアイドルを一回つるっとフルで歌ってみたんですよ。つるっとフルで歌った時で、フルで歌ったのもあるんですけど、それはつるっとなのでもう頭から最後までずっと歌ってみる、一息で、一息でではないか、一息はやばいな、そうやってみたんですけど、で投稿したやつはワンフレーズごと、無敵の笑顔でアラスメリア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は、天才的なアイドル様右耳、天才的なアイドル様左耳、天才的なアイドル様のハモのトラックです。全部、あとそれぞれのリバーブ、リバーブは別トラックで同じのコピーしてリバーブを薄くかけてます。あんまりリバーブかけすぎると目立つ曲だったのであんまりかけてないんですけど、っていうね、専門的なのかなそう、だから何のこっちゃっていう方も多いと思うんですけど、え、歌って投稿しただけじゃないのって思うかもしれないんですけど、歌って投稿しただけだと多分もうちょっと素人感が強めになってたかなと思って、だからちょっと初めてですけどミックスをしてみましたね。ねえ、まあちょっと勉強して教えてもらったりとかしてね、やれたらいいんですけど、あ、1147日ありがとうございます。まあでもこんぐらいいろんな過程を踏んで投稿してみたよっていう、え、そうだから一回とりあえずイヤホンでも聞いてみてほしい。そう、天才的なアイドル様にかけた、そんな時間かけてないんですけど、あれ実はこれができるようになったぜっていう、そう、ギフトもありがとうございます。これ何ギフトだ、たい焼きがいっぱいある、またたい焼き食べたくなった、まだ食べに行ってないです。よいしょ、ちょっと一回途切れちゃった。でも花ありがとうございます。でもちなみにですけど、これ昨日話そうと思って時間なくて途切れちゃった話なんですけど、
何トラック何フレーズやったっけ、1234、7トラックとか。うん、7トラックある中で一番時間かかったのってか一番リテイクが多かったのどこだと思いますか。歌詞あるじゃん、その1個ずつ撮ってったんですけど、どこだと思う。アイドルのちょっと言ったっけ昨日、どこだと思います、あの曲の中で。わかるかな、アイドルはさすがにみんなわかると思うんだけど。よいしょ、お水飲みたい。いや連続でね撮ってもよかったんだけど、連続で撮ると本家には寄らないなと思って、なんかそうブレスとかあの曲はそのライブで歌うとかになったら別に私の技術的な面で言うと別になんていうの、息継ぎしながらブレスしながら歌えるっちゃ歌えるんだけど、レコーディングで歌ってみたを作るってなるとあれは分けて撮るのがデフォだと思う。そう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 。でちなみに一番リテイク何度も撮ったのはドア玉ですね。待って、キーの A か O の方です。アラスメディアです。なんかね、なんでなんだろうね、まあ多分一発目っていうのもあるんだけど、アラスメディアがむずくて、なんかね、なんつったらいいの、そうでアラスメディアじゃないんですよね。ただ単純にアラスメリアじゃなくて、なんかねアラスメリアってやるんですよあのねで木の絵がでおなんかさ、これ本家の話なんですけど、むむってタタ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 タって全部同じ音じゃないのよ。そのいわゆるギザギザがタタ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 タじゃなくて、タタ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 タってやるんですよ。目で一回上がって、あラスで一個多くて目でもう一個上がるんですよっていうのがむずくて、これわかるかな、そうそれが難しいんですよね。なんかしかもそれを感情込めてというか、感情込めたっていうか、なんて言ったらいいかな、感情をそのいくらさんの歌い方的にこう感情がこもった歌い方とかじゃないんだけど、その何がボカロとかと違うかってそこだと思うんですよね。なんかすごい精密なこう機械的な歌い方っちゃ歌い方なんだけど、そこに声のトーンとかそのちょっとそのピッチのそのなんつったらいいの、ピッチってか声のトーンだよね多分。そう、それだけで感情が乗ってるように聞こえるっていうのが多分その夜遊びさんの歌のすごいところだと思うんですよ。夜遊び綾瀬さんの作るそのボカロが元になってるその楽曲の作り方に、人間の声であるいくらさんの歌い方としてボカロとはまた違った良さが出てるのがその夜遊びの良さだと思うんですけどそう、まあ、だからなんか音程は一緒なんだけどトーンが違うみたいな、ラップっちゃラップなんだけどラップにしては音程もあるみたいな、そう、シャラ臭いね、タミシートなんてないのところとかはラップっぽいけど、そうじゃなくてドア玉のところはなんかメロディーあるよねみたいな、そういうところで、まあなんかいろいろ自分で歌カラオケとかで歌ってみた時になんか最初のラップがダサいなって思ったんですよ。
自分でやった時に歌った時にね、なんでなんやろって思って根拠と見比べてみたらそういうとこだった。なんかただそのただその音程に当てはめて上下するだけだとすごいロボットっぽいっていうか、なんかあの楽曲のドア玉で来る高揚感が出せないんですよ。すげえ語ってるねそうそうなんです。そこにはこう考えてみた結果、そのトーンを変えるっていう音程じゃなくてトーン、ほんと気持ちトーンを明るくするとか暗くするとかそういうのの違いで全然変わる。それがやれるだけでアイドルはうまく歌えるようになります。皆さんこれアイドルうまく歌うための講座です。そうで、まあ私が一番難しかったのはそこのドア玉の無敵の笑顔で荒らすメディアだったんですけど、ちなみに一発テイクが一個あってどこだと思います？確か一発だったんだよな。そうどこだと思う？一発テイク最後っていうのは天才的なアイドル様かな。天才的なアイドル様はどうだっけな、確かにそんな時間はかかってないけど、まあ右左割って、であとハモリが 2,3 回取ったかな。ハモリをピッチを合わせるのがむずかったけど、それもトーンの問題だったな。先にシュメロを取って最後にハモリを取って、シュメロに一回私の音感の中でハモやったらシュメロと合わなくて、なんでやって思ったらちょっと明るめにしたハモ出したらビタッとハマったって感じで、でまあ正解なんですけど、抜けてるとこさえ彼女のエリアですこれ一発テイク私ここ一人で歌った時もなんかねいい具合にいったんですよね。ここのポイントは抜けてるとこさえなんですけど、とこさえってやるっていうコツ抜けてるとこさえかな、なんかね抜けてるとなんかねここねなんかねこそこそ話みたいになるんですよ、私の感覚ですけどね。そうそうさえなんかさえってやるんだよね。なんかさえかのちゃんなんかなんつったらいいかな、こそこそ話。最初はむってなんかちゃんと張った声なんだけど、そこはなんかこそこそ話、ちょっとウィスパー気味になってる。なんかこうミステリアスにもちょっと似たようなところはあるんですけど、その一個前のフレーズのなんかなんだっけ、メディア知りたいその秘密ミステリアス、もうミステリアスは今のそのミステリアスのこの言い方が大事なんです。この言い方が大事なんです。なんかねうわっていうね、これ本家がなんかあるんで、本家を結構聞いて、本家のモノマネ歌い方モノマネではないんだけど、やっぱね本家が耳に馴染んでる曲は寄せた方がこっちにも耳馴染みがいいので、そうそうそう、で完璧で嘘つきな君はもう難しかった。あのね君はあの一番高い音をそのしゃくるじゃないな、なんつっていいの、ってやるのがむずくて、ここ綺麗に決めるのが一番あの歌い方とはまた別にその普通になんていうのテイク的にはその大変だった。一番テイク取ったのは最初だったんだけど、それはなんかどうしたらこれがうまく歌えるのかっていう感じだったんだけど、後半は普通に技術的にこれを一発で決めるの無理ゲーじゃねって思いながらやってました。そうそうそう、天才的なアイドル様のところは本家とはそこはアレンジしてアイドル様ってちょっとしゃくらせてます。
それはなんか自分の声に合ってるだろうなっていう歌い方でっていうのが今回のアイドルを歌いながら考えた私の、ここポイントだよねっていう、まああんまりね、そうちょっと完全に歌いながら講座はできないのでちょっと伝わったかは分かんないんですけど、うん、でもマジで難しいじゃないですかあの曲難しいからね。ちなみになんでアイドルにしたかっていうと、なんか6月15日の誕生日でこの間5周年、本当はアイドルになって5周年の6月12日にあげようかと思ってたんだけど、ちょっと思ったよりも時間がないなくて、時間はあったんだけど普通に私のなんていうの調子的にちょっと普通にダメで、だから誕生日にあげたって感じですね。あとまあ普通に今すごい話題だから、まあ推しの子も好きだしね私っていう理由です。だからなんか他の曲もそう歌えたらいいなっていうふうには思ってるんだけど、さっきも言った通り1曲っていうかワンフレーズ仕上げるのに1時間半ぐらいかかるし、アイドルはまだあそこのラップってハモも最初はないし、そう最後のその天才的なアイドル様のところ以外はハモがないから、それぞれワンフレーズ1テイクずつ1トラックずつでできたんだけど、なんか他にもいろいろ歌いたい曲はあるなと思ってるんですけど、その場合はあのかなりバラ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 、かなりそのトラックを重ねないとうまく歌えない曲が多いだろうなと思ってるのでって感じですね。そうなので、うん、でも歌う曲はそのさっきも言った通りインスト音源を公開しててなんか自由に二次創作していいですよって言われてる系の音楽が多めになるんじゃないかなと思っております。そうじゃない場合はアカペラとか、そうそれだったらそのいわゆる著作権とかもインスタに上げる分、インスタとか TikTok とかに上げる分には問題がない。 Twitter とかだとなんかね包括契約ができてないので、なんかまあ著作権って結局ね、なんていうんですか、その本人が別に訴えなければいい話のやつじゃないですか。だからまあ許されてるんですけど Twitter とかでも、 Twitter は本来は危ねえので、うん、まあインスタとか TikTok は包括契約がしてあるので、曲の楽曲権利的には基本的には大丈夫なのだがなのだが、そのオケ後ろのインストはそのインストに著作権がかかってる、演奏の なんつったらいいかな、演奏、まあ、そうなんですよ、楽曲の著作権と演奏自体の著作権が別であるので、なんで公式で歌っていいよって言われてる音源オフボーカルとかはそれに乗せて歌えるけど、そうじゃない普通の J-POP とかはまた別なので、アカペラとか例えばサーヤに弾いてもらうとか自分でオケ作るとか、まあそういう可能性もなきにしもあらず、ただ時間かかるからね。そうそうそう、ただこう公式で出してくださってるインストに合わせて歌うのと自分で音源から作るのだとだいぶ変わってしまうので、時間もね、なんていうの、作るためのエネルギーもね
そうそうそう、まあなんか全然私もプロじゃないですが、できる限り調べてみた結果、まあ特に問題なさそうな感じでインスタリールに投稿してみました。そう、非営利目的ならそう多分大丈夫、多分というかまあ大丈夫なので、インスタはね、あれその公式アカウントだけど、あれが直接利益に関わってないから、そう、っていう認識で合ってるとは思うんだが、違ったらごめんなさいね、本当にあんまり鵜呑みにはしないでください、皆さんでお調べください。うん、今日はゼルダの予定だったのでは、これだからでしょ。いや全然どっちでもいいなって思ってたどっちでもいいし、もしなんか話雑談がそこまではかどらなかったらライネル倒しに行くかってやろうかと思ってたけど、そう、まあ明日ね公演なんですよ皆さん。明日劇場公演で私も出演させていただくんですけど、なので夜更かしできないので、うん、ゼルダはまあやってるんですけど全然メインストーリーは進めてない。なんかその一旦竜の涙も終わったし、地上絵の地上絵回収もコンプしたし、何したっけ、あとあらららららららあらら、そう、四地方の異変の回収とハイラル城の異変の回収が終わって、で一通り次もう一つ目五個目の神殿に行くっていうところまで解放させたんですけど、そっから先五個目の神殿に行く前に、そう、いつが何ここ今私のゼルダがどこまでのどこまでのその冒険が何パーセント終わってるのかとか全然わかんないわけ。そのストーリーのネタバレとかも結局踏んでないし、そう、まあもう半分はさすがに超えてるんだろうなっていう感じね、自分の中では。でもそっから先どんぐらいか、だからもしかしたらその5個目終わったらもうすぐラスボスに入っちゃうかもしれないし、わかんないから、とりあえず今はなんかこうミニチャレンジとかエピソードチャレンジとかのちょっとこうなんていうんですか、弱めなとこ、本編ストーリーとはそんなに関係がないところを今結構やってますね。地上、地上じゃない、地下の地下探索とか、地下探索ねマジで本当にただ暗い中歩いてたまに明かり花つけてゾナニウム掘ってるだけなのに超楽しいんだよねそう、超楽しいのあれだけなのに。そうとか祠探しとか宝箱探し、始まりの空島っていう一番最初にゼルダじゃねえわ、リンクが目覚めるとなんていうのフィールドがあるんですけど、そこのフィールド最初パラセールがない状態なので徒歩でしか行けなくて、あんまりこう詳しいところまでなんていうの冒険できなかったのね。だからこの間改めてそこ行って足跡見て、まだ行ってないところ全部探して、そう、多分全部取れたかなちょっと心配ですけど、うん、いやマジサブクエスト大量すぎて、なんかすぐ終わるのもあれば、なんかちょっと遠くまで行かなきゃいけないとか、コログとか、コログめんどくせえ、コログもう全然動けなくてのやつがマジで難しくて、難しいっていうかめんどくさくて、めんどって思いながらやってますね。楽しいです。カバンダの方はまだマシなんですけどね。そうね、コログは
武器ポーチ、ポーチ大きくしてくれるので、ボックリン、ぼったくりのボックリンがそうポーチ大きくしてくれるから、そこまで無視できなくて、最近は見つけたらやってますね。そうでめっちゃ大変で、この前は始まりの大地を、始まりの大地か、始まりの大地を冒険してみました。これは前作ブレワイの最初のフィールド、ティアキンでいう始まりの空島に近い存在だったところの始まりの大地をちょっと探してみたら、まあ、時の神殿跡というところで、まあなんか石像に話しかけられて、なんか地下に目玉を持ってこいみたいなチャレンジ始まって、それやったりしましたね。そうそうそう、今トータルで何時間、何時間だろう、この前75時間とかだったんだけど、それがねもう1週間前ぐらいとかですよね。今何時間でしょうかね、さすがに100は超えてる気がします。見てみよう。あれまだつかない、来た、よし、私のマイページプロフィール、105時間以上プレイって書いてある。だってさ105時間以上プレイですね。まあだからあれから40時間以上はプレイしてるってことですね、って感じですね。まあまあまあ、私もねお仕事があったりとか、ずっと丸一日24時間ずっとやってるわけではないので、なのでまあこんなもんかなってぐらいですね。まあもう1ヶ月経ったからね、1ヶ月以上経ったからこんなもんかって感じか。全然私最初の1ヶ月は全然できてなかったから、そうメインストーリー進めたくなるんですけど、本当にマジで寄り道が楽しくてすごいですね、神ゲーだなって思った。そうこのね、なんていうの、この塩梅が難しいと思うんですけど、マジメインストーリー、なんか寄り道が至高って言ってるんだけど、いやメインストーリーやばいぞっていう気持ちと、寄り道もマジでいいっていう感じ。なんかとりあえず地上絵をコンプしたらメインストーリーの大抵の謎がこう、謎っていうわけじゃないか、なんか地上絵とあと4地方終わって、そしたらメインストーリーでかなり納得したので、あとはいや納得はしてないんですけど全然納得はしてないんですけど、そうそう、あとだからまだ今寄り道タイムだなと思って、まだ5個目の神殿は行ってないです。ね、だからいつでしょうね全クリするのはね。今だから寄り道タイムだから、この寄り道タイムをいつ終わらせるか、まだだって全然行ってないフィールドの方が多いから、どうしようと思って、ウオトリ村とか果ての村、かかりこ村、市から村、あとあっかれ地方とかはそれぞれの要所要所は行ったんだけど、まだ全然行ってないで、地下とかもまだ全然エリア開放してないし、そう空島とかも行けてない、空島も結構あるので、マジどうしようと思ってますね。あとなんか迷路とか手出したらさ、マジでそれだけで一日解けそうだなと思って、そうまあ多分ね今回もダウンロードコンテンツでいいものがもらえるんちゃうかなと思って、それ多分別のお金かかるんですけど、まあやらないわけにはいかないので、ブレワイの時は英傑のバラットっていう、まあすごくいい
すごくいい、すごくいいダウンロードコンテンツがあって、そうとっても良かったんですよ。それがマジでマジで良かったんですよ。なんかピアキンにもそれがあるかどうかは分かんないけどね、ちょっとまだクリアしてないからさ、どういう状態で終わるのかが分かんないから、ちゃんちゃんっていうどこまでがちゃんちゃんでいられるかが分かんないので、分かんないけど、ダウンロードコンテンツでさらにちゃんちゃんになればいいなとは思ってるよね。分かんないけどねうん、楽しみですね。はい、ということで今日は終わりです。今日が終わりです。明日は劇場公演ヘリオールですね。夜はマシモさんの生誕祭でございます。楽しみ精一杯盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ皆さんもご覧ください。そう、あの今日明日ねちゃんと朝起きれるためにねヤクルト1000買ったからね大丈夫きっとなんかお腹空いてきちゃったな。そう、なんかスープとか飲もうかな。お腹いっぱいのが眠れるからね。そう、じゃあ皆さんお疲れ様でした。壇上読みます。タムヒロさん、ムッチャーさん、ケイさん、イチタさん、マスルさん、タカさん、ユカオシジーさん、トッパキューさん、トーゴさん、クジチーさん、シンイチさん、ベロさん、トッシーさん、皆様ありがとうございます。ギフトもありがとう。それでは皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日、おやすみむらー。